おはようございます。理学療法士の川石優です。作業療法士の則田和夫です。皆さん、家で過ごすことが多くなってストレスが溜まったり運動不足になったりしていませんか？そんな今だからこそ、家でできる取り組みを僕たちリハビリ専門職と一緒に頑張っていきましょう。また番組内では運動だけでなく健康にまつわるミニ講座なども用意しています。この番組で心も体も健康になる新しい習慣を始めましょう。運動前に注意点がありますので必ず確認して実施してください。37度以上の熱はありませんか？体がだるい、食欲がない、下痢をしているなどの体調不良はありませんか？動悸や息切れなどはありませんか？いずれかに当てはまる場合は本日の体操を控えておきましょう。右から歩きます。回ります。反対、右手が前です。右手右、上です。右からサイドステップ、反対、両手です。これを繰り返していきましょう。もう一回、足踏みです。右からサイドステップ、反対、右足から開きます。閉じて、右手から回します。呼吸です。吸って、はい、吐きましょう。ゆっくり足を止めていきます。体操は楽しんでいただけましたか？次は少し専門的なストレッチや筋トレなどを紹介していきます。本日のプログラムの紹介です。まずはじめに体の土台となる足やお腹、背中のストレッチを行います。
体が硬い状態で筋力トレーニングなどをすると怪我や痛みにつながる恐れがあるのでしっかり行いましょう。その後、体が温まった状態で足やお腹、背中の筋力トレーニングを行っていきます。足やお腹、背中の筋肉は比較的大きく、しっかり動かすことで代謝も上がり、ダイエットなどにも効果的です。次にフレイルに関するミニ講座を見ていただきます。フレイルの意味から重要性まで簡単に学べる内容となっています。特に人との交流や外出の機会が減っている現在、フレイルについて知っておくことは大事です。最後に脳トレになる簡単なゲームを用意しています。子どもから高齢の方までためになる内容となっています。まずはストレッチです。ストレッチを行う際は呼吸を止めずにゆっくり行ってください。また強い痛みがあるのに無理に伸ばしたりすると筋肉の損傷や逆に体が硬くなったりするなど逆効果になります。それでは始めていきましょう。はい、それではストレッチの方を行っていきます。この運動の目的としまして、柔軟性の向上や怪我の予防につながっていきます。そしてこの後行う運動を楽しくより安全に行うためのものとなっていきます。それでは下半身のストレッチを行っていきます。まずは椅子の座る位置を調整しましょう。椅子の前3分の1程度に座り直します。膝の下にかかとが来るようにセットしましょう。それでは右足を前に伸ばします。この時に膝がしっかりと伸びていることを確認してみてください。つま先の向きはまっすぐ天井の方を向いていただいてもいいですし、伸びた状態でも構いません。左足の下に、膝の下にかかとが来ていることによって前屈をした時に皆さんが転倒することを防いでくれます。それでは太ももの裏のストレッチを行っていきます。まずは見ててください。姿勢を整えて4つのカウントで前です。1、2、3、4、4つで戻ります。5、6、7、8。それでは皆さんも行ってみましょう。姿勢を整えます。息を吐きながら、せーの、前に、心地よさを大事に戻ります。もう一度、頭を前に突っ込みすぎないように、まっすぐ1メートル、2メートル先を見る形です。もう一回、はい、結構です。それでは足を変えましょう。姿勢ももう一度、右足の位置大丈夫でしょうか。もう一度背筋を整えたら、それでは行きましょう。せーの、ももの裏、心地よさを大事に。もう一回、少しずつ前に倒れる角度を深くしてみましょう。はい、結構です。では足を戻します。椅子の座る位置を少し元に戻します。真ん中あたりにお尻がしっかりとつくように。それでは内もものストレッチを行っていきますので、左足を外側に広げていきます。この時に膝の向きとつま先の向きが同じ方向を向いていることです。背筋伸ばしていただきましたら、上半身はまっすぐ正面を向けます。左手で膝の内側に手を当てましたら、この状態から前に4つ倒れていきます。そして4つ戻すという形になります。ではまずは見ててください。せーの、1、2、3、4、戻していきます。5、6、7、8。それでは皆さんも一緒に行っていきましょう。せーの、戻ります。左手でしっかりと押しながら、もう一回、目線、視線はまっすぐ斜め前を見ます。はい、結構です。続きまして太ももの前の部分のストレッチを行っていきますので、
右膝を左足の方に寄せていきます。完全に左側を見ましょう。左手で椅子の背もたれを持ちまして、右手は椅子の角っこ、股のところですね、持ちます。そして左のお尻、太ももで椅子に乗り直していただきましたら、右のお尻が浮いている状態です。このまま右の膝を床に向かって垂直方向に伸ばすことによって、太ももの前をストレッチしていきます。まずはこの状態で8カウント数えていきます。まずは見ててください。せーの、1、2、3、4、5、6、7、8。少し膝を前に出して緩めます。それでは皆さんも行っていきましょう。せーの、1、2、3、4。太ももの前が伸びているのを確認してみてください。一度緩めます。左手、椅子が浮きやすくなりますので、しっかりと押さえ込んでおいてください。もう一度、せーの、1、2、3。背筋は伸びてますか？6、7、8。はい、緩めます。ラスト1回、せーの、1、2、3、4、5、6、7。はい、結構です。右足をゆっくりと戻してきましたら、正面を見ます。反対側も行っていきましょう。右の膝を外側に向けます。膝とつま先の向きは同じ方向を向いていますでしょうか？はい、上半身を伸ばしたら正面を見ます。左手で膝、右手、同じように膝内側に手を当てます。それでは皆さん一緒に行っていきましょう。前に4つ倒れます。せーの、戻ります。視線は1、2メートル先です。内ももは伸びてきてますでしょうか？はい、結構です。それでは太ももの前を伸ばしていきますので、左足を右足の方に寄せていきます。右手で背もたれ、左手は股のところの角っこを持ちます。そして右の太もも、お尻で椅子に乗り直していただきましたら、左の膝を床に向かって垂直方向です。この時しっかりと安定しているように意識してみてください。この状態から膝を垂直方向に伸ばしてストレッチしていきます。では行きましょう。せーの、1、2、3、4、5、6、7。一度緩めます。もう一度、せーの、1、2、3。太ももに心地よさを残してください。6、7、8。緩めます。もう一度、せーの、1、2、3、4、5、6、7。はい、結構です。足をゆっくりと戻していただきましたら、正面を向き直します。以上が下半身のストレッチとなっていきます。続きまして、骨盤の動きと胸、背中のストレッチを行っていきます。まずは椅子の位置を乗り直します。椅子の前3分の1程度に座っていただきまして、両膝の下にかかとが来るように安定感を作っていきます。足の幅は腰幅程度でお願いいたします。両手指先は腰に、この状態から一度背筋を伸ばしていただきまして、息を吐きながら骨盤を寝かす、背中を丸めていきます。そして戻します。横から見た図はこちらですね。はい、ではまずは4つで後ろに倒れていきます。まずは見ててください。せーの、1、2、3。おへそを覗き込むような形です。そして5、6、7、8、正面を見ます。それでは皆さんも一緒に行っていきましょう。せーの、1、2、3。ゆっくりと戻します。肩が前に突っ込みすぎないように、1、2、3。
もう一度いきます。1、2、3、4、5、6。はい、 OK です。次に筋力トレーニングを行っていきます。筋力トレーニングを行うときは使う筋肉を意識するようにしてください。トレーニングの効果が上がります。またここでもストレッチと同様、呼吸を止めないように意識してください。血圧や脈拍の急激な上昇につながるリスクがあります。さらに運動すると汗をかき、体の水分が不足して熱中症のリスクが高まります。こまめに水分補給しながら行ってください。それでは始めていきましょう。はい、それでは下半身のトレーニングを行っていきます。下半身のトレーニングというのは歩行動作であったりとか立ち座り動作に大きな要素を含んでおりますので、しっかりと行っていきましょう。それではまずは右足の太ももの筋力トレーニングから行っていきます。まず最初に見せます。右足の膝の裏、軽く持ち上げていただいてもいいですし、浮かせた状態でもどちらでも構いません。その状態から右足を伸ばします。そして下ろすという形を繰り返していきます。5回連続4つのカウントで上げます。1、2、3、4で持ち上げて5、6、7、8で下ろしていきます。足が1回1回ついても構いませんし、浮かせた状態のままでも構いません。ただし注意点として一つ、背中が丸くなりすぎないように、むしろ起きすぎても足が上げにくくなってしまいますので、少しだけお腹に力を入れて湾曲を描くような形でキープしてみてください。それでは行っていきましょう。右足です。手は持っても持たなくてもどちらでも OK です。では行きましょう。5回せーの、1、2、3、4、5、6。呼吸はリズミカルに2、2、3、4、5、6、下ろしても大丈夫ですよ。3、2、3、4、5、6、7、8、4。太ももの前の部分、膝の少し上のあたりが効いてきていると思います。8、5、2、3、4、5、6、7。はい、結構です。さあ左足を行っていきますが、よく間違いやすいパターンとして1、2、3、4になってしまう方がおられます。カウントを数えているときは常に動いていただくようお願いいたします。さあでは行きましょう。左足です。準備をしてせーの、1、2、3、4、下ろします。6、7、2回目、2、2、3、4。さあしんどくなってきた時こそ笑顔です。3、2、3、4、呼吸もリズミカルに6、7、4回目、4、2、3、4、5、6、7、ラスト5、2、3、4、5、6、7。はい、 OK です。では軽くグーを作って太ももをトン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 、ほぐしてあげましょう。はい、それでは2つ目の種目をいきます。ここは皆さん楽しんでいただいたら構いません。右足つま先を意識していただきまして、ひらがなを5文字書きます。あ、いという形であいうえおと5文字書いていくんですが、小さくならないようにご注意ください。足全体、股関節から動かしていくような、足の付け根からしっかりと動かしていきましょう。そして書いている間は常に言葉を発する。そうすることによって呼吸もできてきますし、発声練習、口腔のトレーニングにもなっていきます。では右足から、ただし個人差がありますので少しずれても構いません。では足を宙に浮かせます。ではスタートしましょう。せーの、あー、あー、いー、 うまく書けてますか。おー、チョンですね。は
結構です。今右足を行いました。左足も同じように皆さんもしっかりと声を出して行ってみてください。では準備します。せーの、最後まで、よいしょ、はい、結構です。これも股関節周りしんどくなってきていますのでほぐしましょう。トン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 、はい、では最後になりますが、つま先上げを行っていきます。この運動は前頸骨筋というすねの部分を使っていく筋肉なんですが、歩行時何もないところでつまずきやすくなってしまうという方のために行うトレーニングになります。つま先が引っかからないようにしっかりと持ち上げる動作という部分を意識していきましょう。膝の下にかかと来るような形です。両手は膝に当てておきましょう。この状態で両足同時に持ち上げます。そして下ろす。ただし可動域、動く範囲が狭いので2つのカウントで持ち上げます。1、2で持ち上げます。3、4で下ろしましょう。それでは5回行っていきます。では行きましょう。せーの、1、2、下ろします。2回目、2、2、3、4、すねの部分がきつくなってきていると思います。4、2、3、4、ラスト5、2、3、はい、結構です。以上が下半身のトレーニング、歩行動作に役立つトレーニングとなっていきます。ぜひ皆さんも実践してみてください。はい、それでは続いて体幹のトレーニングを行っていきます。まず椅子の座る位置を調節していきます。椅子の前3分の1程度にお尻を乗せます。そしてその後ですが、足の裏全体がしっかりと床についていることを確認してください。はい、では上半身そのまま後ろ、背もたれにもたれていきます。腰の位置なんですが、まっすぐ伸びるのではなく丸まる状態を作っていただくようお願いいたします。はい、ではここから行う腹筋の運動は、右足の膝、こちらを右の胸に向かって引き寄せてくる動作となっています。これを左足交互に行っていくようにいたします。使う筋肉は下っ腹、足の付け根という腹筋群を使っていきますので意識的に行っていきましょう。それでは右足からスタートしていきます。4つのカウントで持ち上げて、4つのカウントで下ろしていきます。では行きましょう。せーの、1、2、3、4、下ろします。6、7、8、1、2、3、4、上げれる高さはご自分で選んでみてください。息を吐きながら1、2、3、4、5、6、左足1、2、3、4、5、6、余裕のある方はしっかりと胸元まで寄せる、幅を意識してみてください。1、2、3、4、5、6、4回目、1、2、3、4、5、6、足の付け根が徐々に効いてきたと思います。3、4、5、6、7、8、歩行動作にも関連してくる部位です。4、5、6、ラストです。1、2、3、4、5、6、7、8、はい、結構です。姿勢を元に戻していただいたら腹筋のトレーニングは終了です。今回のミニ講座では、はい、フレイルについて話するわな。お願いします。ところで川西君はフレイルって知ってる？うん、フレイル、うん、知ってます。知ってます。知ってる。筆いる？いや、いらんわ。筆いるって、フレイルです。
フレイルっていうのは虚弱っていう意味で、健康な状態と介護が必要な状態のちょうど真ん中の状態のことを言うね。ちょうどこの辺なんやけど、フレイルっていうのはほっといたら介護が必要な状態になっちゃうし、逆にすごい頑張ったら健康な状態に戻れんねん。ってことは良くなるか悪くなるか自分次第ってことですね。そう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 、うん、ほんでな、はい、彼氏も最近、ふくらはぎが細なったり、なんか支えがないと立てなかったり、ろれつが回りにくくなったりしたことない？フレイルのサインかもしれんねん。いやそういえば昨日晩ご飯の時めちゃくちゃビール飲んだんですよ。ろれつ全然回ってなかったですわ。それただ飲みすぎやな。まあ、酒とかそんな関係ないんやけど、人とか社会とのつながりが失われることでフレイルっていうのは進むって言われてんねん、こんなドミノ倒しみたいに、人と社会とのつながりが失われることで心とか体とかいろんな機能が低下していくね。ちなみにこんなデータもあるんやけど、毎日外出してる人と例えば1週間に1回以下しか外出しない人を比べると、あの物忘れとかの認知症の症状が出る危険性がどんどん高まるっていうデータがあんねん。全然違いますもんね。だから認知症とかを防ぐためにも1日1回は外に出るようにしような。気をつけます。でこんなデータもあるんやけど、社会的に孤立したり、一人暮らしが長くなったりすると死亡リスクが高まるって言われてんの。いいデータもあるんや。人とのつながりがあるっていうことだけで、禁煙とか禁酒をするよりも長生きに一番影響するって言われてんの。ってことはこれなんぼでも酒飲んでいいってことですね。いやそういうことじゃないね。うっす。今こんな時期やけど、人混みを避けて人と会ったり、電話でやり取りしたりして、まあ、人と社会とのつながりを保つように心がけような。はい、皆さん今日の放送は楽しんでいただけましたでしょうか。それでは最後に僕たちと一緒に脳を活性化させる脳トレでお別れしましょう。今日の脳トレは後出し負けじゃんけんです。今から僕がじゃんけんポンと出した後にできるだけ素早く後出ししてわざと負けてください。まずは僕たちでお手本を見せます。いきます。じゃんけんポンポン、じゃんけんポンポン、じゃんけんポンポン。全部で5回しますので皆さんは頑張って5回とも負けてください。それではいきますよ。じゃんけんポン、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 じゃんけんポン。さあ今日は何回負けられましたか。明日もこの時間にお会いして一緒に元気になりましょう。それでは今日も一日頑張りましょう。